仙台を離れるっていうのは初めての経験なので、まあ、少し不安もあったんですけど、徳島ヴォルティスの選手たちはやっぱり優しくて、すごく接してくれてるので、まあ、もうチームに少しずつ馴染んできている部分もありますし、来たからにはやはりこのチームの力にしっかりなれるように頑張っていかなければいけないかなというふうに思ってます。そうですね、やっぱり一番の決め手っていうのは徳島のしているサッカーの部分で、すごく魅力的なサッカーをしているなという印象があって、まあ、そこに自分のスタイルと重ね合わせたときに、自分はそこの中で生きたプレーができるんじゃないかというふうに思ったので、決断しました。そうですね、やっぱり後ろからしっかりボールをつなぎながら、中盤からボールを配球していくっていうサッカーはやっぱり見ている側も楽しいと思いますし、すごく魅力的なサッカーだなと思ってます。そうですね、まずは、チームとして J1 昇格を目指している以上しっかり戦わなければいけないし、球際の部分であったりそういう勝負どころっていうのはしっかりやっていきたいなと思ってるんですけど、やっぱり自分の特徴っていうのは、見ている人も、予想できないような、プレーであったり発想のプレーを自分はできると思っているので、まあ、そういうところをサポーターの皆さんに見てもらいたいと思いますし、攻撃のアクセントとして、チームにそういうところを付け加えていければいいかなというふうに思ってます。自分は一番はドリブルだと思っているので、はい、ただドリブルの中でも、相手を抜き去るドリブルというよりは、ボールを運ぶドリブルというか、まあ抜かなくてもそこからパスが出せたりシュートが出せたりという部分だと思っているので、ただそういう技術の部分というのは自分の特徴だと思うので、まあ、そういうところをたくさんの人に見てもらえたら嬉しいかなと思っています。自分の、得点であったりアシストというのは、増やしていくことがチームの力になると思いますけど、まずはチームを勝たせることが一番だと思うので、まあ、そこの部分にこだわっていきたいと思いますし、この徳島ヴォルティスチームは、プレーオフだけではなくて自動昇格のところも狙っていけると思うので、まあ、そこも視野に入れながらやっていけたらいいかなと思ってます。そうですね、まあ、でも仙台から匠と呼ばれてたんで、まあ、匠って呼んでもらえたら嬉しいですね。まああまり趣味が多くないので、まあでもそうですね、でも食べるのとか結構好きなんで、まあ、徳島ラーメンとかそういう、徳島の名産というものを、食べたいなというふうに思ってます。はい、はい、徳島ヴォルティスのために、全力で、J1 昇格に向けて、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。